ウィンブルドン初出場で見事に2回戦進出を果たしました日本のキジムタアキコ。今日の相手はペルーのギルデマイスター、47位とランキング上位の選手。さすがにストロークにちょっと差があります。第1セット 6-2 ギルデマイスター。第2セットも現在ゲームカウント 5-4。 これはアウトです。最近成長著しいキジムタアキコですが、ちょっとギルデマイスターの力の前に押されています。アウト。いよいよギルデマイスターマッチポイント。キジムタ追い詰められました。懸命なリターン、クロス、バックのクロス返せません。ギルデマイスター勝ちました。キジムタアキコ負けました。3回戦進出はなりませんでした。